当年は、千鳥も串木かオバシギ族に分類される鳥類の一種。夏に、シベリア北東部やアラスカ北西部のツンドラ地帯で繁殖し、冬は東南アジアからオーストラリア、ニュージーランドにかけての地域で越冬する。日本では春と秋の渡りの途中で立ち寄る、旅鳥として全国に渡来する。小型シギの中では最も普通に見ることができる。 九州以南では越冬する個体もある。全長は、スズメとほぼ同じ1 4センチメートルから1 5センチメートル。翼海蝶は約2 9センチメートル。シギ科の鳥の中では、小型の一種で、くちばしと足も短い。和名も、今年生まれたものという意味で、今年生まれた赤子のごとく体が小さいことに由来している。成長夏和は、顔と胸。 背が赤葛色で、翼は軸半が黒、刃先が白で、残りの羽縁は赤葛色。体の仮面は白色である。冬和は全体的に肺褐色となる。死誘動色である。批判色期には、干潟や水田、湿地に生息する。砂デイチなどを動き回って、泥の中にいる昆虫、五海類、小型甲殻類などを捕食する。 大きな群れで行動し、日本ではかつては満単位の群れも見られたが、近年では数百話のことが多い。チュリや、注意となく。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。